はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿5丁目の兄貴、金田ロッキーです。さあ、俳優の三浦春馬くんが数日前に自殺なさったというニュースがね、飛び込んできたんですけれども、僕もびっくりしたんですけれども、まあこうやってね、才能のある若者が自ら命を絶つというニュースを聞くとね、本当にもう心苦しいんですけれども、その前の木村花ちゃんにしろね、まあ自殺するなとはまあ簡単に言うのは言えるんですけれどもね、まあもう本当に追い込まれて、もう普通のこの精神状況じゃなくなってしまうと思うんですけれどもね、うん、まあそうならないための努力っていうか、強い心と体やっぱり作っていかないといけないのかなとも思うんですけれども、さあこの三浦春馬くん、遺書が見つかったということなんですけれども、それはまだやっぱり公開されてないんで、いろんな憶測がね出ておりますけれども、さあちょっと彼のこの自殺のね、この彼どんな本心やったのか、ちょっと見えることをねタロットの方で占っていきたいと思いますけれども、できたらこの真相をね、タロットで解明できたらと思います。はい、ではちょっとこの三浦春馬くん自殺の真相、タロットカードで占っていきたいと思います。はい、結果出ました。解説していきます。ね、彼もこの世にちょっといないんでね、どうやってこれ見るかだ、まあ、全体的な流れというか、悪いカード何が出てるかでやっぱり自殺するぐらいの理由があるってことなんで、それでちょっと理由もうね、この世にいない人を占うときはこうやってちょっと悪いカード何が出てるのかでその結果見ていくんですけれども、いいカードっていうのは、まあ彼もいろいろ頑張って努力して、仕事、このカードがね、仕事成り立つ、法律ごと成り立つ、あるいは結婚前提にしてお付き合いするとかね、まあ就職 OK、 転職 OK、 離婚成立する、まあそんなちょっと法律ごと公的なことが、まあ仕事公的なことね、そういうのがもう成り立つ、うまくいくってカードなんですよね。だからうまくいってた、例えば仕事もうまくいってた、ただちょっと太陽さんさんじゃない出来事が、出てきた。これもし仕事のことであれば、うまくいってた部分でうまくいかなくなってきた部分がある。でね、このカードが、はい、戦車のカード、こう出てると、彼と彼にとって大事なもの、人、2匹の馬が一緒に戦車引っ張って、馬車引っ張ってガンガン行っていいっていうカードなんですけど、これ逆出てるんですよ。逆出てると、彼と大事な人、物、何かと離れた、あるいはちょっとこう足並み揃えて前に進めなくなった、それが恋人なのか仕事上でのパートナー的なものなのか。ほんでね、同じようなカードが2つ出てるんですよ。これ見ていただいたら、まあラバーズのカード、恋人のカードですね。彼と彼にとって大事なもの、人、これもそうなんですよ。彼と彼にとって大事なもの、人、弱出てるんで、ここが思いっきり強調されてるんで、まあ恋愛であるならば、結婚前提でお付き合いしていた人とうまくいかなくなった、ダブルで出てるんですよ。ほんでね、ただまあその人とごたごたって、一回はこう復活したのかもしれないけど、またダメになって、その人物とダメになって悲観的になってしまったとかね、ちょっと悪いカード出てるのが、やっぱり2つがもうこのそういうカードですからね。何か物と離れた、ダメになった、やっぱりその恋愛もしくは仕事上でのなんかちょっと誰かと離れなきゃいけない、うまくいってたものがいかなくなった、そういう部分があったんじゃないですかね。また頑張ったらね、いいこともあった、頑張ったらこれね、希望乗り越えたら希望見えてくるも出てるんですよ。それをやっぱり乗り越えられないぐらいのなんかがあったんかな。はいはい、こんな結果が出ましたけれども、恋愛上なのか、まあ、仕事上なのか、まあ、ちょっと何か大事、もしかしたら両方で、何かと離れなきゃいけない、うまくいってたものを人とちょっとこう離れることになって、
悲観的になっちゃったって感じのカードが出ておりますけれども、ほんでね、まあまあまあ、これね、自殺するなーいうのは簡単なんですけれども、要はだからもうその、もう訳のわからん精神状況になってしまって発作的にやっちゃうと思うんですよ。ほんでね、それをだからどういうふうにしていけばええかと言われたら、まあまあ、でもね、もう俺なんかやっぱりすごい強いんですよ。まあ、武道で鍛えてる部分もあるんですけども、そこはね、まあ、ちょっと古臭い、ね、しょうもないこと言うかもわかんないですけども、僕空手やってるわけでしょ、極真空手で、もうボコボコですわ。ほんで、試合とか出るでしょ、もうね、例えば延長とかになると、もう負けでええからもう終わらせてくれ、もうそのぐらいしんどいんですよ。もう気遠くなるぐらい。ほんで、延長、再延長とかになったら、もうほんまもうええからなるんですけども、セコンドは、ロッキー、しんどいの相手も一緒や、頑張れって、もうその状況でも、なんていうんですか、この、もう冷静に相手の次蹴りをさばいて、勝たないといけないわけですよね。だからもうとんでもない精神状況、しんどさの中で、こうやっぱりいろんな、ね、もう冷静に判断して動かないと勝てないわけですから、もうやる以上は勝たないといけない。だからそういう状況でもう死にそうな、白目向きそうな状況で物事判断することをやってると、意外とこの実社会でちょっとしんどいことがあっても冷静に判断して、この道踏み外してしまうことは ないかな、みたいなね。うん。僕はそう思うんですよ。うん。だからやっぱりこう自分を追い込んで、辛いことは、まあ、ド M じゃないとできへんのかもわかんないですけどね、やってる人はやっぱりスポーツとかそんなやってる人は、強いんかなとも思うんですけれども、それも自殺しちゃう人はね、もう花ちゃんなんかね、プロレスラーでやっぱり強い精神状況を持ってたと思うんですけれども、うん、やっぱりちょっとね、自ら命を絶ってしまいましたけど、まあやっぱり強くなるにはそうするしかないのかなとも思うんですけれどもね、だからやっぱりもう自分自身鍛えてやっていくしかないと思うんですけど、まあ僕でもね、ちょっと辛いことがあって、もうちょっとストレスでめまいぐらいまではしたことありますけれどもね、さすがにも死んだら楽になるんやろなとは考えたこともありますけれども、まあ死ぬ勇気はありません。死ぬね、まあそこでも僕冷静にやっぱ判断はできましたからね、絶対これ、まあいろんなことあると思うんですよ。ただね、これも神様は乗り越えられない試練は与えないと思ってますんで、乗り越えたらやっぱり僕その分強くなりましたし、その分やっぱり知識、行動力身についたと思いますし、ね、そこでやっぱりちょっと冷静に考えていただきたいんですよね。だからこういう状況の人間を、かこうもう霊能者、うさんくさい、もし霊能者が見たとしたらね、なんか霊が、悪霊がついてるってなるんですけれども、まあ悪霊はもう自分自身のもこの、なんていうか、もう訳のわからん精神状態になってしまうことが、もうショックが強すぎて、訳のわからん精神状態になって、自分の意識とは裏腹にも命絶ってしまう。そんなんなんでしょうね。だから歌舞伎町のね、ここもようもうちょっとホスト問題で、悲観して自殺した人がここのビルいっぱいおるんやで、みたいな場所もあるんですけれども。まず、俺は言えんのはもうそうならないように、やっぱり普段から鍛えとかな、気持ちも体も鍛えとかなあかんねんで、僕はもうそれしか言いようないですね。もう自殺するなぁとは言えるんですか、ほんまそうなんですよ。もう乗り越えたら絶対また楽しいこともあるんです。はい、考えられる人はね、もう本当やらないでください。はい、楽しいことは絶対待っております。はい、ね、やばい、もうちょっと誰か話聞いてもらいたいいう時はね、僕のとこ来てください。はい、話聞いて、タロットやってそうでね、あ、また絶対いいことあるから、そこ、それはもうただね、この場その場しのぎに言うんじゃなしに、俺、僕はもう見た通り言いますけれども、ちょっとでも解決のね、手助けはできる思うんで、はい、もう占い師さん頼るもよし、自分のね、仲のいい友達、誰でも、先生でも誰でもいいです。頼れる人に頼ってください。一人でも言うたら解決策って絶対見つかると思うんですよ。やばいなと、まだ冷静な気持ち残ってるうちにね、そうやって、皆様、ぜひ、周りの人に頼ってみてください。はい、本当に自殺はダメですよ。はい、ということでね、三浦春馬くんの、ご冥福をお祈りしますとしか言えないんですけれども、はい、そんな感じで、
はい、ご視聴ありがとうございました。今後ね、まあこれ見た人がちょっとでもね、気持ち改めてくれてね、自殺とどまってくれる、これがきっかけになればいいと思ってね、僕も本日この三浦春馬くん占わせていただいたんですけれども、はい、そんな感じでございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします。バイバーイ。